こんばんは、和也です。水曜日に生放送をやったんですが、その時のゲストがですね、自民党の和田政宗さんだったんですよね。ちょうど岸田総理が次期総裁選に出馬しないというのを表明した日だったので、まあ、やっぱその自民党の話で非常に盛り上がりました。あとあれの話とかね。で、和田政宗参院議員は総裁選でどう動くのかっていう話も聞いてみたんですよ。するとですよ、なんと青山繁晴参院議員を推すという話でした。青山さんは結構前から自民党総裁選に出馬すると表明していたんですよね。なんならもう一番最初に今回の総裁選に出るって言ってたんじゃないかなと思いますけど、今のところ新聞等では青山さんは出てきてないと思います。ダークホース中のダークホースですね。まあ実現可能性を考えるとっていうことで新聞とかには出てきてないのかもしれませんけど、和田議員は、まあ、青山さんとこれまで活動一緒にやってきたので、まあ推すということなんですよ。青山さんって何気にその自民党員めちゃくちゃ獲得していまして、まあ元々テレビタレントだし、まあああいうキャラクターなので、まあなんていうかな、引き寄せられる人が多いなっていうのもわかります。実際に青山さんが出たら結構党員票は獲得すると思いますよ。ただ生放送でも言ったんですけど、青山さんはちょっと吹かす癖がありますよね。正論も言うんですよ、正しいこと言うんですよ。ただなんかやっぱ吹かしちゃうから全てが台無しです。もうどこまでが本当なのか分かりませんからね。ただああいうキャラクターだからこそ総裁選に出たら絶対面白くなるなとは思います。特に候補者の討論会なんかやったらね、絶対これもう間違いなく面白いでしょ。青山さんはその周りを考えない正論言ったりするので、テレビ的には面白いと思います。しかし当選するのかっていうと厳しいですよね。まあその前に出馬にこぎつけられるのかっていうのも何とも言えない。推薦人が集められず出られなかったら、青山さんはまあああいう人なんで、なんか工作を匂わせるような発言をすると思います。でも総裁選出るんだったら、まあ、まず衆院議員に鞍替えしてからの方が良かったのかなと思いますね。もちろん参院議員のまま総裁選に出ることはできるし、総裁選に万が一勝ったらそのまま総理大臣になるというのも可能です。ただこれまで参院議員が総裁になって総理大臣になったということはないです。総裁選に参院議員が出馬するというのはありましたよね。今官房長官やっている林芳正さんが参院議員の時に出ていましたよ。だけどやっぱ難しいですよね。なんでかっていうとこういうことです。ではなぜなった人がいないのか、不分立のようなもので明確な理由はありませんが、衆議院の解散権に影響しているというのが通説です。総理大臣は内閣を作り様々な政策を打ち出します。国会議員は選挙を経て選ばれた国民の代表なので、政策や政権運営をめぐって総理大臣をはじめとする政府側と議論する役割なのです。新しい政策について意見が割れたり、政権運営がうまくいかずに支持率が低下したりした時には、本当に自分たちが内閣でいいのか、国民に問おうじゃないかと衆議院を解散して選挙し直します。そこで勝てば国民から選ばれたとなり、負ければ国民から選ばれなかったということになります。ここに参院議員がなかなか総理大臣になれない理由があります。参院議員は任期が決まっていて解散することがないので、選挙に出て審判を受けない参議院出身の総理大臣が衆議院の解散権を持つのはいかがなものかということです。今の説明の通りなんですが、参議院のね、その議員さんが総理大臣になって、まあ、例えばそのね、国民に信を問うんだって言って解散したとしても自分には関係ないっていうね、まあ党のことだから関係あると言えばあるんですけど、自分自身にはないし、それはどうなのかっていうことですよ。繰り返しになりますが、参院議員でも総裁選に出ることはできます。そして当選した場合は総理大臣になることもできます。ただ実際には難しいですよね。今青山さんの支持者は期待をしていると思うんですよね。でやっぱその関連のなんかね、ネットの投稿とか見るとちょっとなんかいろいろあったりするじゃないですか。たまたまフィードに流れてきたんですけど、渡辺哲也さんがその総裁選に関連して青山さんはどうなんでしょうかって問われて、参議院だから話になりませんと答えてるんですよね。こんなこと書いたらもうね、青山さんの支持者はやっぱお怒りですよ。話にならないのは貴殿の方ですとか、どう話にならないのか教えてください、雑すぎますとか。でもさっき述べたように、まあ、制度的に別に不可能ではないんだけども、まあ、参議院の人がその衆議院の解散権持ってるっていうのはね、だから支持者の方は本来青山さんに対して僕は指摘すべきなのかなって考えてます。本気で総裁を目指しているんだったら、まず衆院に鞍替えを表明してくださいと、まずそこからなんじゃないでしょうか。ただ繰り返しになりますけど、青山さんが出たら面白くなると思いますし、個人的には
出てもらったらいいんじゃないかなというふうに考えてますね。ただ青山さんが出るとね、それはそれで揉めそうな気もしていて、いやというのも、まあなんていうかな、保守系っていうか、ちょっと被っちゃうじゃないですか。だから高市さん応援してる人もいるし、青山さん出たら青山さんを応援する人もいるし、でここがちょっとねガチャガチャってなると思うんですよね。本人たちは意識していなくても、支持者がこう燃え上がってしまって、なんかあちこちで乱闘が発生するっていうね。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。